国鉄滝14,300経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はノルマルパラフィン専用の35トン石炭車として1968年12月3日から1970年9月30日にかけて3ロット7両が、 日本車両製造一社のみにて製作された。本形式の他にノルマルパラフィンを専用種別とする形式には他に例がなく唯一の存在である。所有者は日本石油輸送の一社のみである。35系に属するタンク体は対抗性高張力構成であり、二扱いのため蒸気加熱管を装備した。二役方式は積み込みはマンホールからの上入れ式、二おろしは と質感を用いた下出し式である。車体色は黒、寸法関係は、全長は1 2 6 2 0ト、mm、ル全幅は2 7 2 0ト、mm、ル全高は3 8 2 5ト、mm、ル台車中心間距離は8 8 2 0ト、mm、ル、事業席は七点九立方メートル、事情は六点五トン、換算量数は、赤車点零、空車点六。 台車はベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では全車建材であったが、2008年8月に最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、 両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。